来月23日から東京で行われるバスケットボールの全国高校選手権ウィンターカップの組み合わせが今日決まりました。ウィンターカップには都道府県の予選を勝ち抜いたチームなど男女それぞれ60チームが出場します。抽選会は今日午後関係者が出席して東京都内で行われました。抽選の結果、男子の県代表仙台高校の1回戦の相手は青森県の八戸学院光星に決まりました。また女子の県代表鹿児島高校は1回戦で福島県の福島東稜との対戦となりました。今年で76回目となる全国高校バスケットボール選手権ウィンターカップは来月23日から東京で行われます。